昨日のドラマ見た？見た見た。学校行くのも久しぶりだな。結局治るまで理事長ん家で寝てたもんな。おかげですっかり良くなったね。まあな、暇すぎて全30巻の少女漫画3回も読んじまったぜ。少女漫画誰の趣味？ライみたいなキャラがいたよ。俺なんかとは住む世界が違うっつうか、なんつうか、立ってるだけで女子が集まってきてさ。あ、お、兄貴。おお、今日からここで働くことになってね。そっか。あ、ライ。なんでだよ。フランケン、私は今のお前を気に入っている。子供たちのいる今の生活も。人と関わることの意味がマスターの中で変わりつつあるのだろうか。だとすればマスターはもうお決めになられているはずだ。で、人にこんな気持ち初めてさ、僕にこんな感じを Keep me surprise。 そう永遠じゃない、大切な右折な、その笑顔を守りたい。 So why does everybody hurt each other。 そんな手を伸ばしてくれたら、 We can be the darling less of 僕は負けはしない。Breaking同じ男なのに、なんで俺に集まってくるのは野郎ばっかり。田代のやつ、いよいよおかしくなっちまったか。学校か、僕らにはまるで縁のない世界だな。ああ、廊下を走るな。すみません。新しい警備員さん、かっこよくないね、やば。ほら、すっかり板についちゃってるじゃん。こんな普通の生活、平和な日常は俺みたいな奴には眩しい。だからこそ希少で何者にも代えがたい。そう思わないか。かもね。ほんと不公平だよな。何が？だっておかしいだろ、ラーメンが伸びるの待ってるだけでこの反応。ゆうちゃんモテたいの？別にそういうわけじゃねえけど。ねえライ、どうすればゆうちゃんがライみたいにモテモテになれると思う？そうだな、こんなやつが参考になるわけねえだろ。いや、ライは独身かもしれないけど。ところでゆうちゃんはどんな子が好みなの？セーラ？ば、何って、そりゃいいなって思わなくもないけどよ。僕らも手伝うよ、ゆうちゃんとセーラがうまくいくようにね。えライ、マジか。いやいやいや、余計なことしなくていいって。マジか。ああ、こういう警備の仕事というのは初めてだな。学
校のことなら何でも聞いてください。パソコンとか詳しいんですか？うん、まあでも自慢できることでもないし、オタク臭いでしょ。そんなことありません。しばらく学校来てなかったけど、どうしてですか？怪我してたとか？警備員さんだし。まあそんなところだ。やだ、気をつけてください。やっぱりモテモテだな兄貴たち。俺だって休んでたのに。兄貴たちにも相談してみよう。うん、問題？そうなんです、年頃の男子なら誰もがぶつかる大問題。兄貴たちは僕らよりもずっと経験豊富でしょ？その通りだね。何？何でも解決してやろうじゃない。言ってみな。恋愛です。恋愛？恋愛です。学校のシステムに問題が。東門に不審者だと。すぐ行く。今行く。待ってよ兄貴。そう言われても俺にできることはない。なあ、相談取ってくれよ。話せ。お願いおじさん、ゆうちゃんの恋の行方がかかってるんだ。俺はおじさんじゃないし、そういうのは専門外だ。モテモテのくせに。何の話だ。所詮生きる世界が違うんだよ。力にはなれないと思うが、その誰なんだお前の惚れた相手ってのは。セイラだよ。よりにもよってそこを攻めるだと。紛れもない勇者だ。分かってんだよ、そんなことは。お願いします、力を貸して。いや、それは私からもお願いする。マジか。まあモテ情報を集めるくらいなら。期待してるよ兄貴。お、これなんてどう？超クール最高のデートプラン、アフターファイブはナウイディスコでムード満点ロマンチックナイト。なんだそれ。すごい、昭和の情報だ。あ、いや、その、どうだろう。その、どうだろう。今度俺と、でダメだ、こんな恥ずかしいこと言えるか。ああ、もう最初に会った時のコミュ力どこ行ったんだよ。あなた命の恩人でーすとか言ってさ。あれは世を忍ぶ仮の姿で。ハニーとデート、おう、とってもお似合いでーすなんつってさ。ゆうちゃん。え？殺し屋の目をしている。田代くん、何があったか知りませんが、リラックスが過ぎるのでは。すみません、ゆうちゃん、ちょっと悩んでて。理事長、理事長も女のことで悩んだりしたことあります？はい。その、女の子とのお付き合いの仕方的なことで、ねえ兄貴。僕らじゃちょっと手に負えなくて。なるほど、もちろんありますよ、私も男ですから。え、マジで？理事長にも？ありますとも。田代くんぐらいの頃、随分とね。おお。あまりにも多くの女性たちが構ってくるもので、私の人生と存在の意味について真剣に思い悩んだものです。私はただじっと佇んでいただけだというのに。当時はそのことでどれほど心をかき乱されたことか。セイラの好み。ああ、レジス、セイラといつも一緒でしょ。好みのタイプとかも知ってるんじゃないかって。聞いたことがない。ないの？全然？全然ない。あ、誰かとその付き合ったことあるとか。知らないな。あんなしょっちゅう一緒なのに。あ、ひょっとしてセイラとお前付き。勘違いしているようだが、僕とセイラは別に進んで一緒にいるわけではない。僕の行く道とセイラの行く道が大体同じというだけだ。僕が前を歩いているのは僕の歩く速度の方がやや速いというだけに過ぎない。意味わかんねえんだけど。やめておけ、こいつに聞いても役には立たん。聞き捨てならないな。もう一度言ってみろ。役には立たない。お前にそんなこと言われる筋合いはない。では恋愛絡みの相談にも乗ってやれると？バカバカしくて付き合ってられない。レジス。やはりな、
まあもともと期待しちゃいない。死にたいのかお前。そのすぐ殺伐とするのやめろよ。レジス、協力を。仰せのままに。人に何かを伝えたいなら書をしたためるのが礼儀というものだ。ラブレター渡そう作戦だね。でもそんなん書いたことねえし。いいから書け。チース。バカか。なんでだよ。チースはないよゆうちゃん。じゃあこんにちは。他人行儀すぎないか。じゃあどうも田代だけど。電話じゃないんだから。とっとと本題に入れ。セイラちゃんは今好きな子いますか。ああ、幼稚園でそういうお手紙見たことある。教養がまるで感じられ。っていうかそれそのまま渡すの。売店にこれしかなかった。問題はそこじゃないだろう。続きどうしよう。背景ジジイか。なんだと。これならどうだ。お前のハートをもらい受けたい。滝尾が言うと殺害予告みたいだけど。天候不順の見切り。だからジジイか。あーもう、うるぜー。好き勝手言ってんじゃねー。じゃあ直接告るの。それは、そもそも俺の柄じゃねえんだよ。そうだよ。俺の得意分野で勝負すりゃいいだけのことじゃねえか。頼むよみんな。ユウちゃんのいいところを見せて振り向いてもらおう作戦だからね。僕と M21 は田代に合わせてプレイ。タキオはゴール下でディフェンスしてるフリでいい。OK。 あ、分かってる。君たちは適当に休んでていいからね。あ、はい。おい、あんたら何勝手に。10分1ピリオド勝負。なんだこの威圧感。トラベリング。マラブライ。頼むぜ今度こそ。優雅に避けないで。メジスヘイパス。バカ、愛に突っ込むな。ね、アンクルブレイク。田代に花を持たせるって段取り守れ。僕の知ったことか。そういうつもりなら。やるじゃないか。お前もな。もうすぐ待ちになっちゃって。泣いてる場合じゃない。行くしかないよ。そうだな。レベル高っ。何やって。行け田代。おじさん。兄貴、キブちゃんが全然活躍してない。なんとかしてよ。あいつらと張り合えると思うか。気によってライニー。ライナニー。ライ、このパス無駄にはしないぜ。見てろよ。
気を。あんたまで目的見失ってんじゃねえ。みんな熱くなっちゃって台無し。ごめんね、結局うまくいかなくて。いいって、ありがとな。ゆうちゃん。ま、やっぱセイラとはいろんな意味で住む世界が違うのかもな。ならそう簡単に気持ちが伝わるわけねえし、こっちが好きだからって向こうも好きじゃなきゃいけねえ決まりもねえしな。ゆうちゃん、もうこの子の大人になっちゃって、うん、これやめろって。家に来るなら散らかすなよ。掃除の手間が増える。は？何なんだよ。え？うわあ！ちゃんと捨てたのに。さっきのラブレター？これどこで？私の机に置いてあったのです。誰だよ、余計なことしやがって。読んじまった？はい。迷惑だよな。誰かに惹かれて好きという感情を抱くことはごく自然なことです。え、誰かを愛し誰かに愛されることは自然なこと。その気持ちを人の力を借りて伝えようとしても意味はありません。人はありのままでいるのが一番魅力的だと私は思います。ありのまま。そうだよ、そもそもこんな悩み自体俺らしくないよな。うん、それでこそゆうちゃんだよ。すっきりしたら腹減った。理事長ん家でゴチになりますか。理事長の家へ行くのですよね。あ、サンキュー。どういたしまして、参りましょう。ねえ、今笑った？笑ったよな。もちろん依存はない、むしろ当然のことだと僕も思う。やっはー、理事長、なんか食べ。あれ、どうしたの？みんな記憶を消す？何言ってんの？冗談でしょ？いいえ、本当です。正確には書き換えさせてもらいます。まさか、信じらんねえよ。そんなことできんのかよ。君たちの記憶を書き換えるのは、実はこれで二度目なのです。覚えてはいないでしょうが、君たちは以前、先日の戦いに匹敵する大きな危険にさらされたことがあるのです。全てが終わった後、私は君たちから不都合な記憶を消しました。マスターはあくまでクラスメイト、私は学園の理事長、そう認識させ、事件のことは何も思い出せないように。そんな、なんだと思ってんだよ。ここにいるみんなが普通の人間じゃないってことは十分知ってる。あんな戦いのこと世間に知られちゃいけないってのもよくわかる。だからって記憶を消す？俺たちを何だと思ってやがる！お前たちのためだ。長い歴史を経てもなお人間は僕たちの存在を知らない。それは何かを知られてしまうたび、その記憶を書き換えてきたからだ。俺たちを作った組織についても同じだ。秘密を知られた以上、目撃者は文字通り消す。その家族や周りの人間も。僕たちの存在や正体についての記憶がある限り、危険にさらされ続ける。その可能性を少しでも下げる。そういうことだ。だからって、俺たちを命がけで助けてくれた連中のこと、忘れろだって。あんまりだ。それじゃ、みんなとの思い出が偽物になっちゃうってことじゃないか。そんなの残酷だよ。ナライ。本当に忘れちまってもいいのかよ。もちろんだ。誰一人記憶に残してもらうことを望んで行動したのではないのだから。
ただ誰もが自らの望むことをしたまでなのだから。記憶と気持ちは別だよな。お金目にあった記憶が消えたって、俺のみんなへの気持ちは変わらねえんだよな。ああ、ユウスケはユウスケだ。わかった。なら、いいぜ。もっと早く起きろって。おはよう、おじさんたち。デジス、セーラ、おはよう。おはようございます。間に合った。おはよう、ライ。おはよう。ねえ、不思議なくらい夢中になるの。東の国日本で一度発見されたものの再び行方知れず、調査に使わされたレディスとセーラがある報告を最後に連絡が途絶えております。報告？貴族らしき者と接触したと。そうなら、ゲシュテル、二人の消息を直接確かめ状況を報告なさい。かしこまりました、ロード。